中島誠一10月1941年3月9日は、明治時代の長野県の政治家、三種製造業者。名は、直ことぶき、号は、菊道。小さ型軍ぐなき、かずむら長野県会議員、さらしな郡長県羽西しな郡長、上見野のち長、小さ型た長、東千し郡長、茨城県警部長。 カエ元年10月品の国地伊佐方軍へ、塩尻村に、流れ中江門広報と北村氏の子として生まれた。幼くして、両親を失い、秋和村昭也、中島林太郎直道の養子となった。明治元年8月、矢部直道が病没し、昭夜職を継いだ。明治2年7月朝まで、停止制度の改良会議に参加したが、議論ははかどらず、帰郷した。 同年上田騒動により、自宅が打ち壊しにあった。明治3年8月村港を設立し、上田から山田、安原坊を訓導に招いた。この頃千曲川の流路変動によりますモう用水が、機能しなくなっており、既存用水路の復旧は、費用がかさむとして、新流路の改築を県に訴えたが、水車設置者の反対にあったため、県令、奈良崎広直の計らいで県費により、 基村水路での修築が行われた。明治五年六月第二十二区古町、百七十四年五月、第十一大区古町となり、千八百七十五年四月、辞職した。千八百七十六年四月、上田組三守検査人に選出され、副頭取りとなった。千八百七十八年八月、長野県民臂、節限議会議員に、小さ型軍から選出された。 1879年2月長野県会議員に当選し、1881年上地委員となった。1882年6月サラシナ郡長県、ハニシナ長。1883年11月、上見野地郡長、地方衛生会委員を経て、1886年9月、サラシナ郡長県ハニシナ長に再任された。 1890年5月小さ型軍長となり、1892年3月軍会に産業学校の設立案を提出、三好米熊を校長に招き、5月10日、上田町丸堀に小さ型産業学校が開校した。自職後産卵紙の製造販売事業を営み、1900年東千熊軍長となった。1902年5月軍長時代長野県知事だった。 内務大臣、内見忠勝による異例の人事で、茨城県警部長に抜擢されたが、1903年7月事務の都合により休職となった。1915年代12回衆議院議員総選挙に、長野県軍部から無所属で出馬し、11位の2276票で落選した。同年記事を記念して、菊道中島沖縄記事宮美集が出版された。 1941年3月9日94歳で死去した。ありがとうございます。